最近どうだい？おばあちゃん元気にしてるよ。みなさんこんにちは、こんばんは、しのみさこです。あずみです。よろしくお願いします。さて、台湾のお土産をご紹介しておりますが、続いてはこちら、おい、ちゃ6月に行った時に行った、このリンカ茶工さんみたいなお茶屋さんに行きまして、そこで買ってきたやつですね。でこっちがジャスミン で、こっちは東昇ウーロン茶ですね。ほんといい匂いだよ。うん、めっちゃいい匂い、持ってきますね。これ先輩自分でも買ってました、ね、そう、うん、お家でもね、飲んでるだよ。ほう、そう、実際に、うん、これなんか茶葉の開き方が2つ全然違うから、結構そこはね面白いからね、見たいなと思って。あ、なるほど。こっちの方が開くと、こっちの方が全然開きます。めっちゃなんか同じような容量を入れたら、こっちがうわーって葉っぱ丸ごとみたいな感じだもんね。そうそうそう、ギューってなってるから、うわーって。はい、じゃあこちらの方ですね、2種類飲んでいきたいと思います。はい、ポン。はい、こちらで、これのですね、お茶っ葉をこっちの方に、私はこれ自宅用なんですけど、うん、持っておりますので、こちらの方を今日は使っていきたいと思います。はい、この東昇ウーロン茶、東昇ウーロン茶は葉っぱが開くので、うん、これはあのここに私ダイレクトに入れてます。あ、そうなんだ。うん、直入れ。6g で500とか取れるらしくて、でまあ私はもうよくわかんないから、まあこんなもんかなみたいな。でジャスミンの方はですね、こっちのお茶を入れるようなやつがあるので、うん、じゃあ先輩これにどれぐらい入れるの？さっき言った通りぐらいかな。じゃあ私お湯持ってきますので、先輩ちょっと。はい、じゃあ普通こうだよね。まあ達ちゃん直でしたけど、一回こっちだと思うんだよ。ほら茶葉がね全然違うんで。いいよ、茶葉がね全然違うの。サラサラなのこっち。ほら、ザラザラですね。はい、しかもさ、なんか花のかけらみたいなの入ってない？入ってる、入ってる。これがこんなすごいいい香りする。はい、ウーロン茶の入れ方を調べようか、一応。ああ、まず、急須を温めます。急須、そんなものはここにはない。茶壺のお湯で、茶会を温めます。ない。そんなものはない、美佐子よ。今目の前にあるのはプラスチックの容器とガラスの容器だ。もうダメだな。やっぱ お茶をね、捨てたりとかしなきゃいけないから、もう専門店の入れ方はやめよう。普通飲んで頼む。いつものでいいんだよ。いいの？伊達ちゃ ん、 ん、いつもどうやってんだい？台湾の方々からお前らは何も分かってないとコメントが来るのを承知でやるよ。そしたら教えてください。そうだな、もう素直に教えてもらう、はい。ちょっとお茶入れてシュッてやる、うん、置いとく、うん、ピッてお茶かける、うん、酢置いとく、うん、こちらで少しお待ちください。さっきまでちょっと寝てたからすごく眠い。そう、顔が寝てるのだってさ、顔が寝てる。でちょっと茶開いてんじゃない、もう軽くね。葉っぱはすごいお湯吸うんですわ、うん、はい、これでタパーっと。葉っぱこれね、これで入れてる理由があってさ、見た目がね、いいのよ、すごく。あ、いいね、良くない？良い。葉っぱでもね、これでね、まあ、2、3分ぐらいかな、うん、そうだね、それぐらい、うん、厳密には私はやっていいの。飲みたくなったら、飲み時かな、みたいな感じで、うん、はい、ですね、ちょっと待ちます。はい、すんごいね、もうお茶っ葉がどん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 広がって、こうよく見たらグッピー泳いでるみたいな感じ、うん、ああ、そんな感じよ、ほんと色もだいぶついてきましたね、うん、こっちもね。普段ごくごく飲むのは結構私はウーロン茶の方が愛用してて、実はアイスでも私は飲んでるんですよ。はいはい、いつもなんかさ、あったかい方がと思ってお湯だけをこう何回か継ぎ足してしまうね。ああ、そうね、それがいいよね、うん、なんかそのアイスでたくさん置いとくと飲みたい時にすぐ飲めるから、うん、それがいいなと思って。確かに、まあ面倒ってもお湯沸かすだけなんだけど ね、なかなかね。それすら、はあ、飲みたいな、もう飲めるから。私も飲みたい。あ、いい、お、良いか、いい匂いしてる。こうやって入れるからさ、ほら出てこないでしょ。本当だ、出てこない。でかいからよ。
あ、良いね。そうそう。コザンウロン茶、うん、飲みたいと思います。いただきます。はい、いただきます。あ、いい香り。うまい。あ、うまい。美味しいよね。もうなんか日本のウーロン茶って茶色くてなんかこう口に渋みが残ってみたいな感じだけど、台湾のウーロン茶ってもう全然色もすごい綺麗で透明なんですよ、うん、キラキラしてて、そう、うん、キラキラしてるっていうのがすごい当てはまる黄金色だよね、うんうん、これ飲んじゃうと日本のウーロン茶ちょっともう飲めない、うん、こうやって入れたてをあったかいので飲む、うん、すっごいすっきりしてるし、うん、あ、苦味っていう苦味はあんま感じないよね、うんうん、もうすげえホッとする。なんかもうすごいいい。緑茶より好きなんだよね、私。もうこの感じは。緑茶ってそんなたくさん飲めないんだけど、私一日もう水分これでしか取らないみたいな。うーま。私お茶好きだから、例えば麦茶も飲むし、普通の日本のお茶とかも、うん、で飲み物何飲むって言われたらお茶っていうぐらいお茶すごい好きなんだけど、うん、でもそんなに高級茶葉とかにあんまり今まで興味がなくて。まあそんな別に大してお茶なんて変わらんやろと思ったけど、もう台湾のこのお茶飲んだらやっぱうまいもんはうまいんだなって思いましたね。うまい、うん、どこにもまた綺麗だね。いや綺麗じゃもうね、これ泡つけたしたらビールやで、ね、ね、マジで黄金色だよね。綺麗、また暑いじゃん。気づいた。先輩そういうの好きなのかなと思って。違うよ、いきます。えいっ、あ、いいんじゃないですか。あ、上手上手。いやいやいや、いただきます。あ、もう本当に香りがいい。あ、もうすごい、なんかね、もう幸福感が半端ない。あ、贅沢な香りだよね、なんかね。なんか、なんだっけ、ジャスミンってさ、うん、精神安定させる、リラックス効果があるみたいな、うん、言うじゃん。そうなんだ。もうなんか、香りだけで、うん、なんか、分かる分かる、副交感神経に切り替わりそう、うん、ね、すごい。これ大丈夫？二人がひたすらただお茶を飲んで、はぁーって言ってる動画に映されてる。最近どうだい？おばあちゃん元気にしてるよ元気にしてるよ、おばあちゃん。そうそうね、一気に老けたな、みさ。川へ洗濯に行かなくてはいけないだな。そうな、そう、桃太郎なの、うん、おじいちゃんはね、山に芝刈りに行ったね。やっぱ桃太郎だね、確信を得たよ。あ、違う、芝刈りだ、うん、今芝刈りに行っちゃった。芝刈りに行っちゃいけないね、やばいね。芝刈り、親父狩りに自ら率先していくんだね。芝刈りに行っちゃう。なんかどっちかって言ったら甘いものとか食べるときはこっちの方がおすすめで、うんうん、でご飯とかはこっちもう何でもありって感じ、こっちは、うん、これもデザートとかも、うん、でもこれちょっとその香りが強いから、まあ、もしかしたらご飯にちょっと合わない人いるかもね。そうだね、うん、うん、自分の中のベストタイミングを見つけてそこで入れるとかかな、うんうん、私結構ね、うん、あの夜寝る前はジャスミン飲みたくなる、やっぱり、そうなんだ、うん、この香りがすごい好きで、うんうん、まあ、全部入れて一気に飲めはしないんだけど、うん、その香りとちょっと味楽しんで寝るみたいな、うん、いいかもしれない、うん、私はね、やっぱたまたま甘いお菓子もらったとか、うん、その時はこっち入れて、うん、で一緒に食べて、うん、こっちはもうほんと常用って感じ、もう常に飲んでる感じ、うんうん、次行った時はね、私もなんかこのお茶屋さ3回ぐらい行ったんだけど、毎回この組み合わせで、しかもそのランクがいくつかあるけど同じランクでしか買ってない、うん、まあ、次はもうちょっと別の蜂蜜緑茶みたいなとか、そう、いろんなあるから気になる。そう、ちょっと少なめの量で買える、 150g ぐらいで買えるから、それちょっといろんな種類今度買っていきたいなと思って、うん、次台湾行く時はちょっといろいろ細かいお茶のレポもできればと思ってます。はい、寝よう。寝るのまだあるよ、レポするの。頑張り、おばあちゃんおばあちゃん、まだそっちあるよ。ご飯食べたかな。ご飯はね、今からですはい、今から行きたいと思います、ね、はい、ということで、ガチさんお疲れ様でした。あたし夢を見ているのか。
か磨かれる前が一番可愛いよねみたいな。そういうね。先輩のリアクションで滑らされたみたいな感じだった。今さ、私言ってる途中だったよ。お気に入りぐらいにもう触ってたよ。